皆さんこんにちは、こうへいです。なべです。まなこです。まなべのきゅうです。久しぶりに言ったわ。久しぶりに。なべちゃん真ん中がいいんじゃない？いや、いいよ。だって前もこの位置だったよね。あ、確かに、うん、この位置どうですか？え、その前によ、私まなべちゃんいると思ってきたんだけど。確かに。だってさ、多分視聴者さんもさ、うわ、マリア様いないってなってるけど、私が一番なってる。確かに、ね、いないね。なんか酒案件みたいな感じ。マリアさんが呼んでね。そう、マリアちゃんに、なべちゃん出てって言って来たらいないっていう。仕事です。あ、お仕事ですね、はい、仕方ないですね。金沢行ってましたね。金沢に仕事で話に行っちゃってて、うん、なるほど。どうですか？どうですか？どうもないですよ。どうもあるし、みんな気になってますよね。そうだよね、SNS も発信しないし、なんか、うん、たまにストーリー上げたと思ったら、うん、ゲーミングチェアとあのゲーミングがめっちゃ可愛くなってる。そう、あのね、実はを辞めてから1年以上ニートしてたの。で、もう毎日ゲーム三昧という素晴らしい日々を、はい、素晴らしい日々ですね。送っておりまして、まあ、ただちょっとそろそろやばいなと思って今は働いております。はいはいはい。なんかそのいわゆる YouTube とかさ、ゲームとかそっち系の発信みたいなのやってたりしない？は、なんか趣味程度にやってたけど、別になんか渡辺優衣としての発信は今どこにも別にしてなくて、まあ、X ちょっとちょろちょろ言ってるぐらい。はい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 。だけど渡辺優衣っていう存在を隠した YouTube はある。あ、そうなんだ。そうそうそう。でももう公表するつもりはない。ない。あー、はい、そうなんですね。そうなんです。おもろい。なんかその次はなんかこれやろうかなとかはあるの、今現時点で？そう、あるし、今さっき言ったけどちょっと言うのやだなみたいな。ちょっと、まあね、ごめんなさい、やり方をしようと思ってたもんね。あ、そうそうそう、2人にはね、はいはいはい、今ちょっと言ってましたけど。なるほど。まあでも、まあ、そうなったら話すと思う。あ、そうね、自分でも言うと思う。あ、確かに、はい、まあまあまあ待てと。あ、そうそう、落ち着けみたいな。いや、まあね、気になってる人たちは多分結構いるだろうからね。やっぱなべちゃん定期的に流れてくるから、なべちゃん視聴会来ないですかみたいな。いや、もうありがとうございます。本当にたまに見てるよね。いや、でも4全部見てますから。ちゃんと見ました。どうだった4は？なべちゃんがおもろいね。おもろすぎる。すごい逸材が来たなと。いや、本当にやっぱノンタイト史上一番レアクとして輝いてたんじゃないですか。輝いてたよ。そうっすね、って感じですかね。はい、新しい企画なんですよ。そうなんですよね、はい、え、今日何のあれなんだろうと思ったら、シーズン4の視聴会かと思ったら、え、そう、でもね、終わったしなみたいな。パソコン作るらしいのよ。素晴らしいです、うん、この分野私も好きなんで。そっか、そうだよね。そう、家に自作 PC があるんで。自分で組み立てたんでしょ？そう。え、どっかで買ってくるんでしょ？そう、だからちょっと気になる。うん、そうだね。どんなあれなんだろうっていうのめっちゃ気になる。でもさ、パソコン作るって。そうですよね。どこまでできんのっていう目線がありますからね。ある、あるよね。パソコンの何を作るのっていう、ね、じゃあグラボから作る。そんなことありませんじゃん。そう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 。から結局最後の落ち着く部分は、側を変えましょうねとか、うん、デザインなのか、ね、まあ、軽さ、じゃあこの辺もちょっと軽くしようか、うん、でも私一個ね、ノートパソコンだったらあるよ。あるの？うん、え、私だったらキーボードを外せて変えられるみたいなのが欲しい、うん、あ、付け替えキーボードみたいな。そうそう。で、なんかあの、うん、自作 PC だとさ、キーボードってこう別で買うじゃん、はいはいはい、それってキーキャップ外して、例えばスペースキーだけなんか違う色とかできるのよ、はいはい、でもノートパソコンって大体できないのが多いし。まあそうね。できるのあんのかな、ごめん、私は。いや、ノートパソコンは多分ほぼないんじゃない？まあなんか業者とかに出して、うんうんうん、なんかじゃあ木入れ替えたいですとかはもちろんあるけど、うん、なんか自分でそのパチって取ってはめられるとかはない。なんかほら、外枠を色変えられるのとかはあるじゃん、じゃなくてキーボードそのものを例えば自分の好きな色に変えられるとかがあったらいいなみたいな。なるほどね。それはさ、そんなに常時変えられるみたいなイメージ、うん、さ、そのパッチのタイミングでさ、うん、この色指定でとかはさ多分あると思う、うんうん、要は普通に日常で、いや今日は黄色の気分だっつってカチャって外して黄色につけるみたいな。なんか全体をバカって外すっていうよりかは、もう本当スペースキー、エンターキー、エスケープキーみたいなパーツで変えたらなんか良さそう。はいはい。そしたらそんな価格も抑えられそうだし、今日は青みたいな。ちょっと気分上がって、まあね、あ、赤みたいな。だからスマホのケースも自作できる時代なんだから。そう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 。キーボードぐらい好きな色にしたいな、うん、そうそう、ぐらいしか私考えられない。ちょっとそうなんで、どこまでその変数というかさ、うん、こっち側で変えられる要素があるのか正直わかんないから、その NEC、うん、そうじゃない、そうなんだよね。だからめっちゃどういう感じかは気になる。できますか。していきましょう。はい、さあ始まりましたノンタイトル。今回はですね、大型特別企画ということで、うん、これまでとは違うメンバーが集まっています。はい、これはじゃあどうか。ひろゆきさんです。おっ、さあ。
めっちゃ違和感。違和感だ、確かに。すごい。すごい。くれるんですね。いや、たまたま今回日本にいたんで。毎回出てくれるの。すごいことがあったから。来るの大変だったんですよね。なんか丸の内線止まっちゃって。いや、そう、ひろゆきさんがさ、電車使ってる。確かに。やばいね。ひろゆきさんって本当変わってるよね。それ変わってるって言っていいのかな。まあまあまあ、そうね。電車で来てるんですか、ひろゆきさん。リアリティショーって見られるんですか。確かに。恋愛ものが嫌いで、恋愛じゃないリアリティショーは見るんですよ。ああ、じゃあちょうど、まあ、ノンタイトルはね、恋愛基本的にないですから。はい。あ、ないですね。たまに勝手に恋愛始まる。いきなり始まるよ。はい、はい。そして岡田結衣さんも来てくれました。はい、よろしくお願いします。岡田結衣です。お願いします。坂下さんの枠が一気になんかフレッシュになって。大変な話題ですね。チリさんの後、できるかなって不安で、昨日ちょっとめちゃくちゃ勉強しました。ノンタイトル。僕はケンテレとかも出てましたよね。見てて、その頃から。嬉しい。結構なんかその、売れ始めたくらいからテレビ見てて。だからやっぱ、坂下さんより全然いいんじゃない。私は全然見たことないんですよ。坂下さん絶対見てないんで。見てる。あの人マジ見てないんで。愛があるからこの番組絶対見てるよ。私の口から言わないです。そしてなぜかね、ジョイさんだけ続投。なぜか、本当なぜか、なぜかね。はい、ありがとうございます。お願いいたします。そして今回は特別大型企画ということで、青木さん、どういった内容になってるんでしょうか。今回ですね、国内シェアナンバーワンの PC メーカー NEC PC、 NEC さんですね。はい、有名ですよね。との共同プロジェクトということで、このノンタイトルの中でスピンオフ、新たな企画としてここにあるようにプロジェクトラビーということでノンタイトルをやらせていただくことになりました。ラビー、 NEC が本編の方がいいんじゃない。正直でかいからね。でかいんで NEC 本編でいつも通りじゃないです。サブに回しません。本編のスポンサーさんも見てないですから。いつも NEC PC さんがノンタイトル自体の協賛いただいてるじゃないですか。だからメンバーはみんな NEC の PC を使って起業してるわけですよ。それであればということで、 NEC PC のラビーブランドでまだこの世にない新しいノート PC を作るというビッグプロジェクトになってる。大きい。そんなできるんですか。いや、そうですよ。ノンタイトルメンバーそんなできます。ひろゆきさんめっちゃ頭かかります。失笑してますけど、マジで。どうですか。なんか僕が喋んなくても全部言ってくれるから楽だ。この世にない新しいのが作れるわけないでしょ。これですよ。それはあるんですよね。それはそうなんですよ。でもひろゆきさんがこの場でこれを言ってくれることで期待値低くして見れるから。確かにいいなっていう。そうだね。こっからでも作れたらめっちゃすごいけどね。相当すごいよ。私学校の授業で PC の授業あったんですよ。でもそれ以降使ってないです。正直触れる機会が情報なんちゃいます。スマホからそれで完結しちゃうじゃないですか。だからより一層入っていきたくなる PC の世界作ってほしいなと思うんですけど、それをなんとかできるんじゃなかろうかという発注が来ましてですね、ノンタイトルに。結構若者が見るじゃないですか。だから Z 世代とか非常に見るんですよ。で、Z 世代が作る Z 世代のための PC みたいなのができたらいいよねと。Z 世代の3ヶ月ですか、これ。3ヶ月で1個の事業作るんですか。実はですね、PC 開発ってそれなりの時間が長くかかるので、そうですよね。このプロジェクト実は1年前に始まってました。始動が早い。そんな前から。すごいですね。3つ分ぐらいのボリュームってことですね。かなりの蔵出しでございます。だから、ね、長年熟成させたこのノンタイトルプロジェクトラビーが今出てくるって感じで、それでも無理な気しかしませんけど。始まりました。え、でも Z 世代ってこと。じゃあおしゃれなとこだよ。そうですね。そう、朝が若いんだよ。大学生なんだよ。え、じゃあ本当にじゃあ専門知識がない子も来るわけだ。お、メンズ来ましたよ。お、かっこいい。誰もいないですね。ナスケ。え、知り合い。知り合い。え、友達。後輩だね。そうなんだ。楽しみ。イケメン。佐藤のりのすけです。のすけです。のすけって20歳で慶応義塾大学3年生で。確かにエリート、一応エリート経済学部なんで、一応経済学っていう名目でオークション理論とかマッチング理論とか、意外とメカニズムデザインみたいなそういうの学んでます。意外に頭いいんですよ、こう見て。いいな。遊ばせてるね。遊ばせてる。お、ちょっとなんかピシッと、かっしりした人来た。
高いんじゃないかな。そんなことないかな。はじめまして。はじめまして。峰口です。のすけです。お願いします。正反対みたいな。ねえ、爽やかな人来た。メイアリア球場初めてしますね。感じて。します。めっちゃ自然豊かっすね。マジで。すごいっすよね。やばい。本当に。え、初めてですよね。でも僕も初めてです。でしょうね。当たり前か。そんな人もある。南口教授と申します。で今現在の活動としては、経営をしてまして、で授業としてはウェブマーケティングの授業を今や推進してやってます。でまあ従業員は今57名ほど、まあ、今いまして、でちょうど4期目で今やってるっていう感じです。20歳からだ。すごい。やっぱり自分がやっていく部分っていうのは結構01の部分が、まあ、強いっていうところがあるので、やっぱりサポートが絶対僕に必要かなと思ってるっていうところがあるので、まあ、そういう意味でもいろんな人を巻き込んで大きなものを作っていきたいなと思ってます。こうなんか引っ張ってってくれそうだね。27歳で経営ってことですよね。はい、すごい。同い年でしょ。やばいっすね。ああ、はい、そうなんだ。ちょっと余裕見せてみんなが来る前に待って。君がスケーターに見えてきたんだ。のすけ初期の方確かに確かに。でも最初こんな感じだったよね。いやもう適当にも喋りだした、うん、そうだよ、ね、とにかく喋り続けるという。え、てか最初私とケイタじゃない。そうそうそう、そうだよね。そうそうそう、適当に喋ってたって言った今。すいません。うん、来ました。ほら、女の子来ましたよ。女性来ました。緊張してます。いや、ほんまに。おお、緊張したい。してそう、のすけくんは。いや、レンリア取ろうとしてるじゃん。本当に可愛らしい。可愛い子来たよ。絶対女の子入れるんすね。初めまして、マヤです。よろしくお願いします。ストーム座マヤと申します。20歳です。柳山学院大学に通ってます。普段は広告のモデルと、あとウェディングのモデルとかしながら、と神宮球場で売り子をしてます。神宮球場で売り子、めっちゃビールの売り子かな。いいっすね。こういう別荘欲しい。買いましょう。買いますか。買っちゃいます。買っちゃいます。5年後でいいっすか。いやもうちょっとあげるのがいい。もうちょい早い。クリスマス前ですから。確かに、ちゃんと合わせれるっていうね。ノリ良すぎるだろ。また男性。お、まさかこんなところに来れるの。え、年齢高さ。よろしくお願いします。北爪聖也です。大人っぽい。よろしくお願いします。北爪聖也と申します。すごい。今33歳です。めっちゃ上じゃないですか。会社経営をしています。新卒で広告代理店に入社して、マーケティングだったり営業だったりっていうところを学んで、でその後データ解析の会社に移ってデータ解析をやっていたので、普通のこうマーケティング概論も全部分かってますし、その実際にこうプログラムっていうところもあのできるので、今回まあパソコンを作るっていう、まあ、で、企画を作るで、エンジニアのことが分かってマーケティングのことが分かるっていう人材ってあんまりいないと思うんで、はいはい、アピールしてきた。気に入ってますね。気に入ってる。今までと違うタイプが来たと、うん、のすけ怒られそう。まだ分かんないだけで実力ありますよ、きっと。一番大人だね。南口なんですよ。北と南、北南コーナー。次東西かもしれない。ワンチャン。でもさ、20歳と33。二十歳、33。一回り違うよ。違うよね。うん、話が。まあなかなかね。でしかも多分若い感じのノリになるじゃん。うん。ああ全体的に。うんうん。33歳ツーンってなる未来もあるから。もあるし、ただこれから入ってくる人が割とうちの世代だと助かるなとは思うけど。訂正いたします。三三かな？カタカナ。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 ああ、そういうことね。横文字ってことかな。俺も横文字。おお、一緒だ。はい、のすけ。はい。ああ、また可愛い子来たよ。こんにちは。はじめまして。はじめまして。津田美由香です。よろしくお願いします。絶対若いよ。津田美由香です。そうですよね。22歳です。今はフリーでいろんな活動を行っています。理系でいろんな勉強してきたことを活かして
こう上に行きたいなっていうふうには思ってます。うんうん、清楚な感じだね。暑いっすよね。暑いです。楽しみです。絶対暑い、本当に。本当に。めっちゃ汗かいてる。めっちゃ汗かいてる。それあんま言わないでいいから。女性だ、サンサンだ。外になると思わない。外になると思わない。みんななんか似たような。確かに。こんにちは。またあれ？うちの事務所の子です。え？マリーナちゃん。マリーナちゃん。はじめまして。はじめまして。星野まりなです。よろしくお願いします。星野まりなです。のすけです。もう何のすけたし、10代ある。いつもなんかちょっと早い。一回座ってもらおう。山口県出身の19歳、星野まりなです。今まで、アイドルグループで4年と2ヶ月ほど活動していて、でそこから上京して、はい、まあ舞台を今中心に今マルチに活動しています。なんでここにいるか。ピチピチです。ちゃんとビジュアル枠っすよね。まあそう、あの実は AKB 系のそうですね、はい、グループに所属していた女の子。アイドル揃いました。マリーナさん、まだいるんですか。いないじゃん。さすがにね、ダークホースみたいな子に。なんか経歴っていうか、あ、そうっすね、経歴セイヤさんから。俺から経歴、どこ場所。ですね、確かにこうやって見るとあのズメさんだけ浮いてますね。そうだよ、いいでしょ。おかしいんだよ、絶対。なんかおじさん感は出るよね、やっぱ。おかしいですね。出た瞬間に面白い。でもさ、女性では経営とかやられてる方はいない。いないんじゃない。いないそうだよね、全員モデルさんとか。うん、なるほど。まあだからやっぱあれなんじゃない、していくところにフォーカスみたいな、その決まってから。うんうん、まあこれチームじゃないですもんね、もう。え、そうなの。チームでしょ。あ、チームなんすか。え、じゃあ2個新しいの作るんすか。まあ、そうじゃない。あ、さすがにチームは6人に1個でもやんない人いますもんね。いや、さすがにチームでそれぞれ案出して、案出したってノンタイトルのそこはぶらさないんじゃないの。あ、さすがにそうか。3チームはワンチャンあるか。いや、3チームカメラ多めなんだよ。裏側。うん。で、そうですね。え、その後、びっくりした。皆さんこんにちは。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 本物。眩しい、眩しい。ノンタイトルへようこそ。チーフメンターの青木です。お願いします。はい。皆さんにはですね、これから共同生活をしていただいて、ある一つのものを作っていただきます。あ、一つの。皆さんが目指すのはまだこの世にない全く新しいノート PC の開発です。わあ。ハードル高いっすよ。でもいい経験になります。さすが知ってる。はい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 。作られて。国内シェアナンバーワンの大手 PC メーカー NEC と共同プロジェクトとなります。はい、皆さんが若者の力で作るということはですね、まあ、例えば車で言うとトヨタの新車をみんなが開発するということがありました。なのでうまくいったらこれは前代未聞の大きな手柄になりますし、失敗したらとんでもないことになりますという覚悟を持って挑んでください。重たい重たい。とんでもないことの日じゃないじゃん。本当になんか決まってるのもそれはそれで難しいね。だいぶむずいでしょう。それこそさ、ノンタイトルもまあできるできないってあったけど、よりできるできないの制限があるじゃん。かなりこう狭い状態でやんなきゃいけないよね。 PC じゃなくなってくる。この新しいノート PC でしょ。だったら NEC がもうすでに何人社員と思ってるの。マジで何あるんだろうと思って。じゃあやっぱレンリアとして見た方がいいですか。レンリアとしてだね。でもなんか始まりそうかもしれない。何が。のすけくんがさ、ちょっとこう立ちます。そう、若干ほらこの感じでってたじゃん。ちょちょそう、かき回しそうな気がする。まあ、ちなみにある程度知ってる側から言うと、多分かき回しキャラクター的には。あ、ありがたい。しかもほら僕すごいみんな可愛い子じゃん。うん、そっちで見る。でみんなビジネス新しいパスが生まれるっていう思いで見ると、うん、あれってなるかもしれないから。確かに。でもさ、逆に言うと、うん、私たちよりもきっと柔軟な発想を持ってるじゃない。まあそうね。だから、はい、もううちらじゃ考えつかない視点の何かが飛び出る可能性が Z 世代にはない。うんうん、ありそう。あの19歳のことがめっちゃありそう。うん、まあ見てこ。まあ見てこ。詳細をちょっとお伝えしますと、購買ターゲット
これは Z 世代です。なので皆さんが選ばれました。はい、ノンタイトルの本編と同様にですね、ここからミッションがいくつかありますが、今回のミッションは4つです。あ、ちょっと少ないね、はい、あれチームは1人かな、ちなみにですね、ミッションは2人1組のペアで挑んでもらいます。え、ちゃんと男女が、ミッションの合否によって皆さんには天国と地獄が待ち受けています。なんか子供向けみたいな、合格したペアは次のミッションまでを天国部屋で、不合格のペアには地獄部屋で過ごしてもらいます。あ、なるほど、なんかこういう恋愛やりてるのありましたよね。ありましたよね、脱出島一人自慢、うん、あ、そうそうそう、一人自慢、一人自慢、すっごいストレスになってますよね。名前は知ってるわ。地獄部屋に3回連続行ってしまった者はその時点でクビとなります。おお、3回連続ってだいぶ後半だな。クビアンダー、ちゃんとクビだよ。そうだから3までは見てる。この後ですね、今日中に2人1組でペアを組んでください。はい、はい、どのような相談を行っていただいても構いません。なるほど、はい、よろしいですか。はい、はいはい、では明日の朝お待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。失礼します。よろしくお願いします。どうやって決めるのペア、みんなズメさんと組みたいでしょ。ほんとにそれしかない、うん、だよね、そうなるよね。絶対、うん、見た目担当とかちょっとどうでもいいもんね。そうですね、能力でいきたいですね。まあなんか普通にレイヤーリアリティショーにしか見えないんです、うん、今現時点では爽やかさ、あとやっぱ女性陣のビジュアルが異常に高いと、うん、おだいぶレベル高いよ、ね、元 STU48 ミス慶応準キャンプ、そうなんだ、あとはもう青学、うん、青学から美人ない。美人さんだよ。なんかクオリティ高い感じしますよね、はい、でも、はい、あとなんかのつけがめっちゃ金持ちの息子っぽいから、うん、そうね、そうそうね、だからゆるい性格送ってきた顔してるんですよ。顔がもうゆるい感じで、欲しいゲーム何でも買って、いや絶対そういう感じなんで、自分のこと KO 思いなんて言わないんですよね、普通KO 言ってても。いやだからズメさん以外ノイズだから、ノイズ全員としてズメさんだけにした方がいいもの作れると思う。でも結構いろいろノンタイトルっていつもそうだけど、最初優秀に見えた人が始まってみたら、そうなんですよね、結構違ったり、そのパターン、その能力あんだみたいなのが出てくるんで、うん、最初のプロフィールって意外と信用できなかったりするんですよ。いやでもだってミユカさん無職でしょ。いや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 、この笑顔だけで刺してくる感じすごい嫌ですね。怖いね、怖いですね。かわいい新しい風を吹くって意味では、ズメさんだけじゃ Z 世代に向けての PC ってちょっと難しいと思いません、ひろゆきさん。いやだって作れないが一番まずいから、それなりのもの作った上で Z 世代に受けそうなマーケティングをどうするかって話だから、なのでズメさんがちゃんとしたものを作ると、あとはそれっぽい見た目でそのファンが作るパターンでやるしかないかなと思うけど、ズメさんかけるファンがつくし、待ってこれひろゆきさんの番組になるな。いやすごいな。恋愛リアリティショー構図をひろゆきさんがバサバサ切っていくっていう感じの番組進行になるのかなと、うんうん、そうだね、お見受けしてます。お見受けしてますね、はい、クビになった後の追加メンバーもあるのかな。あ、追加メンバークビになったらありえるんじゃない。でもさ、ミッションさんでさ、仮にクビになったとしてあと1回でさ。それはそうだじゃないかも、ね、クビあんま想定しないんじゃない、3回連続だから、まあ、どんなミッションかにもよるけど、うんうん、だってさ、ぶっちゃけさ、一発目逃れちゃえば、そうですね、家族でクビになったらもう最後じゃん、うんうん、連続はないですから、ね、うん、最初をなんとか頑張れば、まあそういうことだよね。、うん、全員だからもうズメさん狙いで手を組みたいから、うん、ぶっちゃけで言うと、マリナさん元 STU が元 STU っていう時点であんまりもうファンついてなかったと思う。だって知らないんだもん、みんな、あら、あの子だってなってないでしょ、元アイドルなのに。僕らが知らないだけで、ひろゆきさんもしかしたらね、ちょっと事務所の先輩としてフォローしなきゃ。でも何も言えないです、私関わりたくない、この件に関しては。でもすごく愛らしい子なので、ファンはつくと思います。だから切羽詰まってる感じありますよね。もうあの今からあの地元戻ろうかどうか悩んでて、ラストチャンスに大きな仕事だと見るんだよ、この子たちも。この子若い子たちに優しくしてあげてくれよ。ジョイさんの推しはどうですか、助けてください。僕も本当皆さん魅力的で最高のものだ。これからどんなワクワクを見せてくれるんだろうっていう。それはそれでペラペラな気がします。
でもまだ分からないですし、まあ、今回は2チームではなく2人1組の3チームになるということで、ね、そうね、まずそもそもこのルール、ね、ヒカルさんいかがですか。これどうだろう、これなんかそのパソコンを作る人がいなくても誰かが作ってくれるっていう前提でアイデアで出せばいいっていうんだったらそのペアなんて何とかなる気がするんですよね、うんうん、そういうことなのかな。そうじゃないと多分戦いにならないですよね、これなんか、まあ、NEC さんはもちろん技術ありますから、うん、ですよね。 NEC さんのチームだからアイデアってことですね、こんな機能を搭載してくれとかっていうデザインこんなんでとかってそういうのを考えるってことですね、多分ね。そうってなってくると分かんないですね、チーム発想力、発想力誰が優れてるか本当に見えないんで、あとは Z 世代が今何を求めてるのかみたいなところもポリガンがいかなきゃいけない。そもそも皆さん Z 世代との関わりってあります？平内さんあります？ Z 世代ほぼないっすね。ないお母さんもギリギリで、本当ギリギリじゃない、やめてください。それごまかしてバラエティ出てるんですからやめてください。ベッドの還元みたいな感じで。でもその新しい風、新しい発想っていうのを受け入れるのって難しいと思うんですけど。いやでもなんかいいアイデアだったら全然受け入れたいなと思うんですけど、うん、もう若い人しか思いつかないのっていっぱいあるじゃないですか。ある。TikTok のやつとか見てても、うん、あこれよくこんな思いついたなと思うっていっぱいあるんで。うんうん、やっぱその若い人にしかない何かがあるんじゃないですかね。そうそうそう、着眼点みたいな。そうだからズメさんと一番若いマリナちゃんとかがくっつくのがいいんじゃないですか、うん、ペアになってってことですよね。ノンタイトルってこう一緒に過ごす時間長いじゃないですか、はい、すごく、はい、男女一緒だったらいや声粘るでしょ、絶対。そうなのよ。てか僕の声がいても声粘ますもん。ペア粘ります。ペアの壁を通り越して粘りに行く。全然粘りちゃうと思いますね、普通に。これはでも粘えるよね、うんうん、みんな可愛いし。確かに、うん、僕がこれは男の立場で入ってましたら自分のタイプの子とくっつきたいっていうかペアになりたいって思いもあるし、本当に優秀な人を選んで仕事として成立させたいっていう2個の天使と悪魔が葛藤しますっていう優秀な子と組みつつ別で可愛い子を選ぶっていうパターンだよね。だから多分それもぶっちゃけありますね。そうだよね。そうどうなんですか、そのラブに振り切った PC とかどうなんですか。ラブ PC ラブ PC はいはい、ラブ PC 誰も問わないでしょそんなの。おー始まりますよ。じゃあなんか改めてもう一回一から年齢、経歴、まあ今の活動、うんうんうん、みたいなことでいきましょうか。うちらだったら誰とみたいな、はい、この時点で言ってみて。さすが。元気だね。分かってくださいよ。そうだわそんなの。同棲ペアありなのかな。あーでも別にそういうルールはないから、うん、いいんじゃない。ズメさんかな。そうだよね、うん、ま、でもさやっぱこれちょっと自分たちの年齢もない、やっぱ私はもうさ30だからさすがに20のこととかって考えちゃうとズメさんになるけど、うん、もし自分が20歳だったら逆に33の人と2人でやっていけるのかなと思ったり、うん、まあね、でも進めてくれそうじゃん。うんうん、お願いしますっつって、うんうん、頑張ります私もういけるじゃん。いける、うん、どう頼れる人っすね、ズメさん。みんなズメさんや。いやでもアキさんでしたっけ、あのさ2番目に来た、あ24歳で経営者、うんうん、でもいいかもしれないですね、うんうん、僕はやりやすそう、そっちの方が近いと。女の子だったら確かに同性 NG だったら、同性 NG 全然情報が分かんない、これ顔で決めることになる。本当に今の情報だけだと顔じゃない。じゃあ名前分かんないけどこの19歳のアイドル STU の子、 STU の子。じゃあ俺 KO の準グングランプリ。あ準グランプリ、 KO 準グランプリ。じゃあって意味分かんないよね。なんだじゃあ。女性だったら誰が一番推し今のところ。この子は準グランプリ。あ一緒だ、準、うん、グランプリね。じゃあじゃあ同じだ、うん、同じですね。まあ、とりあえず行きましょう。はい、北爪聖也と言います。爪さん、ちょっと名前覚えたか。33歳で、独立して会社を今やって。素晴らしい。はい、よろしくお願いします。ストームズマヤです。20歳です。お父さんアメリカで、お母さん日本人なんですけど、それで英語が喋れます。すごい。はパソコンはそんなにめちゃくちゃ得意ではなくて、授業でやったりアルバイトで使ったりぐらいで、あとはイベント団体の集客やったりちょっとだけ運営やったりみたいな感じです。よろしくお願いします。お願いします。僕も20歳で3年、大学3年生で慶応義塾大学行ったり。それで目の輝きが講義とかレポートをやっぱ大学生もね付き合うっていうので、まあ触れてると、うん、ただめっちゃ詳しいかって言ったらもう周りすごいエンジニアとかいっぱい友達いるから、それに比べたらもうポンコツなんで、ちょっとここからねまた頑張っていきたい感じですね。僕高校卒業してそのまま正社員
で2年間ぐらい、まあ、あの営業職をやりまして、うん、でその後一応起業をしまして、でなんで20歳の時に、まあ、基本的にウェブマーケティング事業をさせていただいているので、マーケティングの部分であったりとかコンセプト案だったりとか、まあ、ペルソナであったりとか、そういったところは多分あのお力添えできるかなと思います。お力添え、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでもね、津田美優香と言います。22歳で、今年の3月に慶応義塾大学の理工学部機械工学科っていうところを卒業しました。去年ミス慶応コンテストっていうのに出てて、一応準グランプリをいただきました。なんかどっかで見たかった。やべやべ、純の人一番可愛いなと思って。あ、絶対そうしましたね。はい、平気な感じ出てる。星野まりなです。今、19歳で、10代なんですけど、中学2年生の初めからアイドルを4年間とちょっとやってて、ST48 っていう瀬戸内を拠点してきたグループで活動してました。顔がちっちゃいもんね。本当に、本当にパソコンはもうゼロなんですけど、あのアイディアを武器に頑張りたいと思いますので、お願いします。お願いします。はい、詳しい。バナレしてるね。はい、バナレしてる。深いですね、僕以外。組みたくない人っていうのは正直僕の中にはなくて、逆にあの超優秀な人と僕が組んでもつまらないなと思っていて、僕のよりパフォーマンスがすごく発信した時に見てもらえるのかなと。マウント取りながらですね。超優秀じゃない人ってなっちゃうもんね。単純で女の子と組みたい。確かに。そう聞こえるよ、ね、そうそうそう。ズベさんと組むより、はい、可愛い子と組んで、はい、能力見せて、うん、技術だとか経験とか関係なく一緒に考えられる人っていうのをちょっと見抜いていきたいなと思ってます。見抜く？パソコンのスキル自分がそんなにないので、うん、ない人と一緒に組んだらどうなるんだろうみたいな、うん、で成立するのかなっていうのはすごい不安ですね。組みたいのはせいやさんです。ズメさん、うん、まあ、一番最年少と最年長ってことで、あ、これはもう私が行くしかないって思ったし、私も行きたいって思ったからペアを組みたいなと思います。うん、やっぱポジション分かったよな。ズメさんが最後に自分は生き残れる。ズメ、ね、さんと組んだら楽だなっていうの分かるよね。割とこうツートップになりそうだね。私キャラがそんなに 薄いと思ってるので、まあリアクションもそんなに上手くないですし、なのでやっぱりあの派手なのすけくんとかと組むと映れるかなみたいな。映れる。あ、それ目指してんの。トレ高的な、ね。組みたくない人はせいやさん。Z 世代的にはちょっと年齢が違うのかなって正直思ったんです。あら、一方通行じゃん。経歴もご立派なんで、ちょっとこうやってチャラチャラ見せて、うつけ者ムーブで、騙し打ちみたいな感じで。片思い振られた。30分で決まる？結構短いですね。もういいよ、くじ引きで。やめな。投入しみる人初めて。うん。ま、どういう人が組みたいか言ってきます？わー、なるほど。なんかこの人と話してみたいとか。うん、はい。はい、あります。話して。あ、じゃあ、そこ話して。はい。おー素晴らしい。早めに押さえちゃおうっていうね。いいですよ。便利屋でしか見ないよ。じゃあ自分話してみたい。俺も話してみたい。じゃあ、ツーショットです。じゃあ、あれしかないよ。じゃあ、いや、一回話してみたい。そう、時間全員軽く決めて、7分ぐらい話して、あ、じゃあタイマーやってみます。これはさ、やっぱ男女で組む感じの流れ。確かに。そういう感じですよね。確かに、まあ、なるよねって感じだよね。うん、ね、今のじゃあちょっとかわいそう。なんか残り物みたいな感じがして、ちょっとかわいそう。そうだね、言い方ってものがあるでしょ。本当にマーケティングしますかっていう。そこまで言ってないんですよ。本当はだからどのみち全員と話したいから。そうだね。だとしたら、うん、今あなたが枠として時間合いまっちゃうと思うから先に話しましょう。そう、絶対悪意はないじゃあだったんだけど、意識に出ちゃうじゃあ。そう、でも余ってる側からするちょっとこう刺さっちゃうじゃんね。そしたらぐらいじゃない。じゃあミスって絶対やったことありますね、人生で。じゃあのミスをみんなやったことありますよ。絶対通ってくるみたいな。確かに。
ただきます。にしても肉がうまい。いや、美味しい。食べきらんと、うん、もったいない。もったいない。もう慶応コンビになりそうな気がしますか。確かに慶応コンビで、なんかロケーション前まで本当恋愛絶対起きますよね、この感じ。いや、本当にツーショットタイムしかないよ。大丈夫な NEC 企画で恋愛アップして。ちょっと話すな、座ってないのかな。あ、そうか、時間がないから、お願いします。そう、私が一番最初に聞かれたじゃないですか、はい、誰と、で、せいやさんって言って、っていうのも、うんうん、やっぱり私にないものを持ってるなと思ってて、うん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 、でしかも、なんかつ最初の時に、その、まあ、まだそのパソコンとかに詳しくなくて、うんうん、写真の気持ちを持ってっていうのを聞いて、もしかしたらいけるかもしれないって思ったのもあって。でもちゃんとこういうとこ抑えるのがアイドルっぽいよね。さすが、分かって。なるほど、いや、ありがとうございます。ルメさんもなんか敬語で、なんていうかな、こう、すごい、うん、一番いい組み合わせっていうか、うん、あの全く知らないじゃないですか、うん、だからそれこそそういう意見をめちゃめちゃ聞きたいし、どういうところでこう、まあ、あの、まあ、何に使うかっていうところから、うん、決めていけるのってめちゃめちゃ面白いな、うん、めっちゃいい人そうね、ね、ね、行くんだら面白いな、いい人そう。じゃあいいんじゃないですか、決定です。なんか適当になってない。女性苦手、あ、距離感的にですか。なんかずっとね、携帯を両手で持ってるんですよね。心を守ろうとしてるから、ね、ね、なんか防御体制に入ってるから、なんでと思って。なんかどういう人が好き、好きっていうか、あ、仕事調べで、ね、そうそうそう、恋愛の話の入りだ。本当に何も正直やったことがないから、それこそでもやったことないなりに、それこそ資料作ったりとかはやりたい、うん、やりたいし、やる、うん、それ2人しかいないから、まあ、絶対やるしかない、やらなきゃいけないもん、ね、やるんだけど、でもそれを何だろう、否定しないで、なんか教えて、なんかまあ自分でもちろん調べるけど、分かんなかったら教えてくれて、それこそアドバイスくれる人じゃないと絶対無理。分かんない同士だってやばいね。そうだから、それも結構がっつりネイルしてるね、男性は。あ、男性、あ、見てなかった。マジ黒ネイルしてる。へぇ、黒ネイルしてる男性やっぱね、美意識高い人が多いんですよ。うん、だって肌綺麗だもん。自己肯定感結構高そうな、高そうな、うん、すごい、わかんない同士だったらね。逆に、なんか、わかんないって言っても、あ、じゃあやるからいいよって言われると、あ、そうね。それが絶対嫌で。そうだよね。めんどくせえな。やりたいもんね。そう、やりたいし、でもわからない、なんかまあ、これまでやってこなかったのが悪いけど、うん、でも、なんか、なんだろう、ちゃんと二人の意見が一致して、うん、恋愛話してる、違う、ようにしたいかもしれないけど、そうそう、いやー、ぶっちゃけ、うん、誰と組みたいとかあります？いや、なんか正直まだ迷ってる部分が大きい。うん、誰でもやってる。え、誰でもやってる。え、だからまずそもそものこう分け目として、まあ、ある程度知識がある人、うんうんうん、プロジェクトに対して、うん、ある人か、まあ、なくて新規性がある人のまず2択、うん、なところ、その中では私はある程度知識がある人がまず自分は選びたいかなと思ってる。うん、お前じゃねえよって言ってるよ。確かに。ぶっちゃけ組みたいです。あ、組みたいです。なんで？なんでかっていうと、多分、男子さんには多分ばらける予想、予想で、うんうん、そうね、確かに多分組む気はないと思う、みんなそれぞれ、うんうん、で選ぶってなったら、まあ、うん、なのかなって。え、待って待って待って、理由になってなくない？うん、理由にはなってないですね。一方通行でね。ああ、そうだよね。こっちは男子側と組まなくて、じゃあ残り女性3人の中だったら、うん、あなたなんですと。なんで？なんで？その女性3人の中の理由が欲しい、それ。もう顔だったら顔って言ってほしい、逆に。顔です。顔かな、うん、タイプなのかな、思います。で、ぶっちゃけあの男子2人は、うん、まあ、できる側なのかなって、そう、まあ、そうだ、いろいろ経験、ま、怪しい、あ、なんかそれ本当に必要なのって思っちゃったの、データ解析も。うん、なんか新規性とかって、なんだろう、アンケートでもいい、正直、うん、ってところがあるから、それだったらやる側の人間だったら、うん、なんか結構まあ論理的だったりとか、うん、知識がもともとあったり経験があったりした方が、はいはい、自分的にはスムーズに進むから、ずっと遠回しに断ってるよね。明確なデータであったりリソースがないと、うん、
多分受け入れてもらえないと思ってて、うんね、なんかパンって思って言うって全然誰でもできることだけど、それにどれだけの信頼度があるかで、信頼ってやっぱりなんか本当にそういうデータであったりすいません7分経ちましたんで、だから会話一旦終了で、いや終わった、ぜひお願いします、はい、ぜひお願いします、ぜひお願いします、次はまた次はも変えて話してる、次はも変えて話すよ、こっからひっくり返すのは無理でしょ。いけます、ヒロキさん、これいやだ、もう熱意大事だよとかそういう方向じゃない、やっぱ仕事できるって大事ですね、うん、残り物になりたくないね、そうですよね、こういう時う選ばれないな俺絶対お願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、どんな思いでしたっけ、私は結構そんなになんかめちゃくちゃこういう人じゃなきゃ嫌だっていうのがスキルがないんで、なんか自分が分かんないことがあった時に仕事でもうなんか分かんないどうしたらいいですかって聞いて教えてくれる人ちゃんと、なんか僕から言うみたいな感じじゃなくて、ぶっちゃけ組みたいなと思った人は誰かいる？やっぱり経験ある人がいいから、うんうん、いろいろ触ってきた、そうだから、まあ、みんな経験は一応あるって中で、うん、どう？まあでも適当ではないけど、正直誰になってもなんか活かせるなっていうのは自信はあるけど、ここかな、そうですね、なんかねそんな感じする、うん、ね、宮田さんずっと品定めしてる感ありますよね、そうだね、ずっと誰かを言わないんだよな、はっきり、でもお互いアイデアだもんね、うん、まあ、そしたらなんかヤバいアイデア生まれそうな気がする、確かに、うん、うん、そう、またアンケートとか取りやすいのかなって、アンケート若い2人、美男美女で自分で言ってたのそこで組みたいは組みたい、組めたらいいなとは思ってる、ほら、のすけはさっき組みたいって言ってたね、みゆかちゃんにはね、うん、勝てるのはここだと思いますよ、まあなるほどね、勝つなら、勝つならね、みんな、あら良さがあるから、いや、これのすけの物語だな、結構すごいね、誰でもいいんだね、さすが全員に行きたいって言ってるんじゃない、偉い、偉いんですか、いやだって経験とかでどう考えても負けてるから、うん、もう頑張るしかないのよ、うん、だから一人一人全力で頑張ってるっていうのはのすけ的にはベストを尽くしてると思う、のすけだけしんどい立場ですもんね、二人とも経験者で、確かにね、どうしても弱いからね、うん、メンズの中でかわいそうだな、全然わかんねえな、どういう提案になるか、どう決めるかなんですけど、あのこの人を組みたいっていうの、30分で残り5分じゃないですか、はい、25分じゃないですか、うん、1人7分話すって言ったじゃないですか、はい、時間的には合わなくないですか、まあ大体いいですよ、大体大体大体はいや、計算はいや、こういう人と組みたくないよ、細かいとっていうのを言っていって両方が第一候補になっちゃったら残り9分とかやるでしょ、そこは話しないお互い第一候補だからマッチしたら一斉のね、だからそのフォーで残酷、じゃあ順番に行ってきますか、順番じゃなくてみんなでどうする、どうする、どうする、一斉のどうするって何よ、新宇香さんを誰指すの、あきくん、あ、本当に、うん、どう、僕はずにみんな刺しそうな気がするな、女子が、あ、女子全員、全員刺す、でもそれが一発のマッチングを狙ってアキさんを刺す可能性もありますよね、みんな被ると思ってあえて第二候補のすけになるぐらいだったらみたいな、あ、その話はしてんの今、あ、そう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 いうの込みでね、それ込みでか、だからこれのすけくんは誰からも入らない未来が見えますね、うん、確かに、で、ズメさんが意外と、うん、のすけ刺すんじゃないかっていう、あー、うわー、それか、それが一番おもろくない、おもろい、で、ズメさんがのすけ刺してのすけは俺みたいな、慶応の元ミスグランプリの方を多分刺しそうな気がしてて、はい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 、で、慶応の元ミスグランプリの人は、うん、アキさんを刺してて、うんうん、で、女性陣2人はズメさん、ズメさん、はいはいはい、どう、あ、あるかも、え、アキくんは、あ、そうか、そうか、アキくんはマッチング、アキくんはまゆかちゃん、まゆかちゃん、じゃあマッチングか、マッチング成立、うん、そこ成立、おお、意外とさ、ズメさんとまゆかちゃんが話してるとこってないから、もしかしたら、あー、確かに、ズメさんがまゆかちゃん刺すかもしれない、要はさっきその手前の女性2人からすると、うんうん、私できなくて、うん、って感じの印象だったけど、まゆかさんはなんかもう結構前のめりで、うんうん、意外と、意外とその査定の上で見られたのが新鮮で、うん、刺すみたいな、そう、あ、確かにそのシーン映ってないですね、えー、これ楽しみだね、ちょっと来るかな、そうね、よし、せーので、お、
お、あきふん、まゆ。あれ元で、はい、そうそうそう。ほらほらほら。おー、うまい。え、あ、まゆかさんじゃあ、みゆかさん。あ、みゆかさん、ごめんなさい、みゆかさん。みゆかさんとあきさん、ほら、マッチング。マッチングした。え、ズメさん、ズメさんが、あきくんだ。うわ、あきくん、いや、勝ちにいってんじゃん、ズメさん。あれ待って、まゆちゃんは、のすけくんだ。あ、のすけなんだ。あ、で、のすけはみゆかさん。やっぱそうそう、まさか、間違いない。そうだね。結構当たってないだから。すごいね。これって、マッチしたら、抜けるっていいのかな。じゃない？うん。なった時に、じゃあもうここじゃん。もうそうだよね、ちょうどいいなって感じするじゃん。確かに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 、ね、じゃない？な気がする。ズメさん、アキさん、なんだ。あ、確かに。キくんとミユカさん。アキミユカ。まあそっか。なんでアキなの？本当に勝ちに行くね、ズメさん。やばいっすね。ただ女性が苦手だけかもしれない。あ、のすけくん、あんだけアタックして無理そうなのにいけるのもすごいですね。確かに。いや、根性はある。え、誰も持ってない？あ、ここ。いや、ここは。あ、ここは。はい。ここじゃ OK？オッケー、オッケー、うん、成立する。もう一回考える。ちょっと考える。私は大丈夫。あー、これいい。この一言いい。この一言ね。いい。この一言。素晴らしい。もうあなたに行きますよって。さすがにズメさんももう刺すでしょ。うん、刺すよ。まあやっぱ最年少と最年長が面白いよね。うん、面白いよ。でもその、マヤさんからすると、あれ私じゃないんだじゃないんだ、うん、だからマヤちゃんの進捗、あーこれちょっともうちょい分析できたわ、うん、マヤちゃんからするとさ、最初誰からも刺されなかったじゃん、うん、で多分話も同じような話をしたと思うの、うん、男性と、うんうん、の中でのすけからしたら他の人と同じようになんだけど、うんうん、マヤちゃんに対してあなたと組みたいって言ったと思うの、うんうん、はい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 、確かに確かにだからマヤちゃんからしたら新鮮に映ったと思う、うんうんうん、あちゃんと向き合ってくれてんだっていうのを多分感じて、うんね、まやちゃんの心情としては、え、私にああ言ったのに、ああ、まゆかさん、刺すんだってなってる気がするんだよね。それはそう。まあ、でももう今更、もう今更ね、変えれないと思う。変えれないから。うん、そうだね。刺された人を刺すのって感じ。ごめんごめん、これ、ふと冷静に立ち返るとやばい。何してんだろう。この推理？そうみたいな。まあ、刺された人を刺すって感じか。いいですか？うん。え、もしかしてのすけ、のすけになる可能性ある？つまさん。ああ、そこだよ。確かに、のすけも女性がちょっと苦手なのかな。いや面白くしたいんだと思うよ、自分の中で勝ちたいんですか。せーの、のせ。おぉ、お、のすけも、ズメ、え、ズメ、ズメ、男同士やばすぎ。あれ、だってさ、のすけくん最初にさ、ズメさんとは一番嫌だって言ってなかった。言ってた、言ってた。なんか勝ちに振り切ったんじゃない。そうかも。だからのすけからしても、うん、この後マヤさんを差し直すのがちょっと嫌だし、うん、だったら一回もう勝ちに行ってズメさん組んじゃった方がいいんじゃないかな。はい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 。やっぱあのちょっと考えさせてほしいっていうズメさんのあの間で、うん、もしかしたら俺の方に刺されるかもしれないって思ったんだ。感じ取れたんだと思う、あの空気で。なるほどね、まさかじゃん。まさかじゃない。じゃあマリナちゃんとマヤちゃん、女性チーム。なるほど。なるほどね。男同士。おお。ここが決定だよ。はい。決定です。はい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 。うん。3ヶ月。うわぁ、お願いします。お願いします。お願いします。ちょっと気持ち切り替えていかないとね。一回も喋ってないみたいな。うん、あ、そうなの。確かに、そっか。それは申し訳ない。一回も喋ってないの。まあ。そっかそっか。結局、多分、スタートライン一緒で、みんな。うん、そんなに、だって、俺も多分みんな PC 今そのセリフいらんの今そういうことではないんだよね。そう、しかも一番最初に組まれて抜けてるんで。そうなんだよね。強者から振りかざされてテレがちょっと今刺さっちゃう。確かに分かっとんじゃんってなる。PC かかったことないし開発なんてないし、多分そんなに差なくて、多分スキル面はそこはどうにでもなるというか、楽しみ。そこはすごい。そうそうそう。じゃあこっち選べよ。変わんないんだったらなんかいいよ、バチバチですよ。元アイドルであれだけ言うなんてこっちゃうな。すごいですね。ちょっとなんかもう悲しかったんですよ。あれです、アキさんがその決まった後にめちゃくちゃなんか、うんうんうん、なんですか、フォローしてくれたんですよ。それが悔しい
女さん、まさに逆にね、まさにです。そうなんですよね。そうなんだよね。あのセリフがね、一番重たいんだよね、あのライブで。いやこれ意図的にやってんだったら正しいと思う、戦いだから。それ無意識にやってたら結構やばいなって思ってしまう。やっぱね、このマリナさんからしても SD 含めアイドル活動してきて、まあやっぱ選ばれるとか選ばれないっていうところで戦ってきて、結構今回もマッチングできず、その中でバサーって言われてくっそーみたいな、せっかくアイドルやめて岡田さんと同じ事務所入り、ここからそのノンタイトルって番組やっていこう、くっそーって思ってんだと思うんだよね。でもなんかこのパワーがいい方に、ね、そう分かってくれたらいいね。選ばれなかった女子2人が最後は逆転する。俺今一番推してる。おー一番推してる。いいですね。頑張ってほしい。いや頑張ってほしいね。なんか私が割とわがまますぎたかなみたいな、なんかそんなことない、他の人に欲しいって思ってもらえる。いやいや自分出した方がいいように、なんかそれこそ自分のアピールタイムだったわけなのに。ちょっと待って、この前レンリア見てるよ。アピールタイム。まあでもね、これミッションだっけ。ミッションではないよね。まあミッションだよね。なんだから大丈夫よ。はい、なんか結局なんかなんだろう、自分は自分の言いたいことをとりあえず伝えて、なんかそれでもなんか誰かしらはいいって言ってくれるかなって思ったけど、そういうわけじゃなかったから、なんかバネにしてこう、わがまますぎたかなって。そんなことない。もっとできることがあれば別に選んでもらえたのに、結構悔しいです。いや傷つく、これでショック受けちゃった、泣いちゃう、泣いちゃう、恋愛より泣いちゃいますよこれ。自分だったら、だってもう24年間生きてきたキャリア全部否定されたって気持ちがありますよ。マジで私もまだ泣いちゃいますもん、絶対この立場にいたら。できました20歳ぐらいで、このあなたちょっと人生的にちょっと違いますって言われた、そんなこと言われたことないです。ありすぎたぞ。ありすぎました。エリート側で生きてきたんで。エリート側ではないでしょ。どのチームがいいかな、これいいな。どう考えてもルネさんとノスケさんのチームですね。そうなんです。Z世代の割と人気が出そうなビジュアルのノスケさんと、ちゃんと仕事しそうなズネさんのペアっていう、本当にあの勝ち人としてる。みんな気づいたらと思うんですけど、ノスケって最初ニューカさん選んだじゃないですか。はい、首たいって言ってね。でも急にズネさん選ぶって、どう考えてもミークちゃんの顔で選んでましたよね。いやいや、その思いません。女性票だと誰でもいいんだったら別に他の選ぶじゃないですか。確かに一回タイプで選んじゃう。一回タイプで選んで我に返って仕事で選んだ。我に返って、勝ちに行かなきゃ。そうだよ、あれじゃなかったって。アキミユカペアもなんか良さそうじゃない。あ、ジョイさんはなんかミユカちゃんもすげえちゃんと考えてる感じはあったし、アキミも自信持ってるし、ミユカちゃんがあまりにも可愛いんで仕事にならないって言ってた。でも意外とミユカちゃんさ強そうじゃん。強そう、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 若いじゃないって言って、俺は大爆発しちゃう。ちょっとこれバチる可能性あるな。仕事あんだけ頑張ったってことは、そんな恋愛もしてこなかったと思うんですよね。いきなりこんなミス準グランプリ出会っちゃったら、どう考えても恋落ちますね。見えてるんですね。いいとこ見せようとして最大限のパフォーマンスが発揮できるようになるっていうメリットもない。いや多分沼らせるタイプですよ、ミユカ。さん分かってるんですか、ミユカちゃん。たぬき顔やっぱそういうとこあるんで。そうですよね、結構そういうとこあるんですよ、本当にあるんですよ。お、翌日おはようございます。おはようございます。では、2日目の朝がやってまいりました。最初のミッションを発表します。最初のミッションはターゲットのニーズを見つけ出せ。わかりますか。はい、皆さんにはですね、これから PC を作っていただくわけですけれども、そもそもどういう PC を作ればいいか、まあ、そういったものはまだわからないですよね。まあ、頭の中ではぼんやりあると思いますが、ターゲットのニーズを深掘る方法を学びながらPC の方向性を検討していただきます。というところです。当然このペアの、発表によって勝敗が決まりますので、合格か不合格、それによって皆さんの暮らしの環境が変わってきます。そうか、天国と地獄だ。そうだ、なるほど。ここは天国かな？ルール、ここから説明します。明日ですね、皆さんには Z 世代の若者8名にグループインタビューをしていただきます。グループインタビュー？はい。いわゆるマーケティング用語で言うとグルインというやつですね。はい。その際に一人
ターゲットを決めていただいて、うん、そのターゲットがどんなノート PC を求めているかを、うんまあ、言葉では出てこない部分というものを深掘りしていただきます、うん、なおですね、グループインタビュー終了後24時間後にターゲットがどんな PC を求めているかを私と NEC の担当者に皆さんが発表していただきます、はいはい、つまり24時間しか時間がありません。ないですね、時間、うん、ターゲットってのはその人がってことだよね。資料とかは用意したりするんですか。はい、お願いします。アキさん本業だよこれプレゼントやってくるとやっぱ経験者強いですよね、まあ、ね、強いね、うん、そのためにですね、皆さんには今回 NEC さんから NEC ラビの現行機種が提供されてますので、うん、はい、その機種を使って、資料を作っていただければと思いますので言ってください、まあ、それもユーザビリティとかいろいろ UX とかを、知るための、要素としてご利用ください。打った時にラビの傾斜になるのがすごい、そう、傾斜になるのがすごいいいなと思った。これさすがもらってるから、でも真っ白もらった、白もらった。他の色ないですか。はい、今のところはこの配色ですけれども、ピンク、あ、よかった。なるほど。じゃあ女の子が望むようなそういうピンクとか、うん、例えばどんな色。パステルカラー好きなんで、はい、そういう色、うん、アイコンとかもね、パステルカラーあるよね、おしゃれだね。企業秘密でした企業秘密でしたため息ついた、ひろゆきさん。ちょっとあまりにおもろいって、ひろゆきさんとか言ってやばい、ひろゆきさん本編でも出てほしいな。やっぱおもろいわ、面白いね、うん、これマジでひろゆきさん、ひかるさんがいるから見続けられてる、うんうんうん、それはそうだね。多分今までのノンタイトルの視聴者層からすると結構きついと思うんだよ、うん、離脱してる人多いと思う、うん、でもひろゆきさんとひかるさんがなんてコメントするか見たいから見てるみたいな、うん、いやちょっと面白い。いや、これミッションは Z 世代の聞き出したレポートを提出だから、うん、自分が何を言っても意味ないのよ。何言うのか分かってないから、やっぱ社会人経験のやつはダメだな。分かんないですよ。ずっと厳しいよ。ずっと厳しい。ずっと厳しいぜ。まず最初にそのカテゴライズとして8人を属性、うんうんうん、どこかっていうのを。そうだね、こう割り振って、うん、その後深掘り、あとはもう一人一人 PC に対して、うん、まずどこをすごい一番重視してるか、うんうん、それも聞きたい。なんかその意図がわからない質問をしたい、うん、なるほど、それも入れたい、うんうんうん、っていうこと、うん、でもこのチームは絶対勝つから大丈夫。わからない質問を何のためにするんだろう。スマホアプリ見せる。スマホアプリ、うん、どんなアプリ使ってる。おー、うん、ディスコード、スナチャー、スナチャー、タイミーとか使うんだ。参考にならないでしょ。いや、なるめちゃめちゃなる。本当かよ。やっぱ、どういうアプリ使ってるかで、その大体その人のこう可処分時間って分かるじゃん、うん、その人の背景もどれだけ理解できるかってめっちゃ大事なのよ。この人がどういう生活しててどういう生活動線でこのパソコンに触れたのか、パソコンを買ったのかとか、うん、その人全体の生活も性格も全部大事になるから。なるほどね。そうそうそう、もう学べる。さて、これ何をすればいいと。パソコンで何をするか、一旦どうしよう。ワード開いてみる。ワード、ね、文章を作る。あ、文章を作る。なんかワード。あ、二人のパソコン使うのか。ワード。準授業で触るレベルってさ、ね、うん、マリアちゃんほぼだからできないでしょ。うん、何も、はあ。アイディアとかは出せるかもしれないけど。うん、でもこういう子がこんな機能あったらいいっていうの思いつくかもしれないですもんね。やったもんないからこそね。いや、だってそれすでにあるよっていうとすら知らないから。そうなんだよね。すごい進歩。違う、うん、あ、そう、この急にさ、そう、急にさ、こうさ、ペンってなったりするから、これ、私言ってたの、ハンドあ、そういうことね、そう、どっか行くみたいな、そう、どっか行ったりとか、あとなんか、その、うん、待ってみたいな、え、違う違う、今それ、打てない、打てない飲んで、飲んで、打ってるじゃんみたいな感じで、なるの地獄ルーム、これめちゃくちゃ差が出そうですよね、もうすでに。いや、やっぱりちょっと経験値がないっていうのって結構相当ハンデだと思うんですよね。うん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 、だってもうパソコンからスタートみたいなところじゃないですか、マリアに関してはもうワードですよね、はい、パソコン人差し指、人差し指で言ってましたよ、ね、初めてのパソコン教室の感じだったもんね。最近の小学生でもあるように使いますよ。
多分こうなると本当、まやちゃんのまずメンタルもね、不安になるよね。あ、ここまでできないのかってなると、チームメイトが、ね、ちょっと知恵もパソコンに触れたことがあんまりない人間なので、気持ちはめちゃくちゃ分かるんですよ。逆に岡田さん誰と組みたいですか、ペア。私アキさんがいいですね。同い年か。なんかやっぱり自分ができないと引っ張ってってくれる人どうしても求めちゃう、なんか不安だから求めちゃうんですけど、なんかそれを優しく受け入れてくれそうじゃないですか、アキさん24歳、それアキさんね、答え知ってるけど一緒に作ってる感をわざと出してるなるほどね。だからその質問の意図がわからないのを入れた方がいいと思うんだよねとかは、うん、やっぱり質問が来ると聞かれた人ってこういうの答えないんだよねっていうのが割と出ちゃうんですけど、何のために聞いてるのかわからないものっていうのを聞かれると、そこに本音が出ちゃったりするんですよ。っていうのをその自分で質問票を作ったら多分一人で作れちゃうんですよ。そこを2人で作り上げてる感っていうのをわざとやってるから、やっぱ優秀だな。こうチーム作りがうまいんですね。じゃあマネジメントもしてるんですね。まあ、従業員50人いるって言ってましたもんね。そう、50何名いるって言ってましたね。僕はのすけが気になって仕方ないです。わかる。大きい感じがします。なんかもう器が、また親が金持ち でそのなんか知り合いのおっさんとなんで、タメ口聞いてもお父さんがいるから許されるっていう環境できてると思う。なるほど、ね、年上の方もフランクになっちゃう。社会に出たらやばいですよね。こういうタイプね、結構うまくいくのよ。いやいや、ヒカルとノスケは同じ感じ。まあ可能性ありますね。プレゼンも全部タメ語で言っちゃう可能性ある。それはきつい。それはきつい。ありますね。スポンサーの NEC さんに。スタッフヒヤヒヤしちゃう。てかそうよ、まずこの8人だっけ、から1人選ぶんだよね。そう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 。おお、お疲れ様です。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 今日はミッション1のグループインタビューですね。はい、ターゲットのニーズを見つけ出すということで、全員です。皆さんにはこれからグループインタビューをしていただきます。準備はよろしいですか。はいはいはい、ではですね、今から皆さんお呼びしますので来ていただきましょう。よろしくお願いします。どういう人が来るんだろう。よろしくお願いします。はい、ではおかけください。適当に選んだ、お願いします。学生、社会人もいるかな。ありがとうございます。今日は一日よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。Z 世代の若者が8名来ていただいてます。でここから皆さんによってグループインタビューしていただいて、顧客のインサイトを見つけ出すというところになってますので、よろしくお願いいたします。はい、では私は失礼します。どういう感じで進めていくんだろうね。ね、はいっつって質問ですとかの感じなの。そうじゃない。でこの中から1人ピックスして別部屋とかで話すみたいな感じなのかな。かな。何聞くかな。でもとりあえずパソコン持ってんのか使ってる頻度とか、あんな用途でパソコン使ってるのかがまず多分入り口なんだろうね。そうだね。これちょっと思ってたんだけど、はい、8対6で聞いてても結構大変じゃないですか。そうですね。これチームごとにまず2対8で聞いていって、30分とか時間決めて、でそこでまた深掘りしたい人を選んでインタビューしていくってどうですか。そうですね。そうします。とっても質問があるかもしれないからね。これをやっちゃうと他のチームがこうやってやってるからこうやってやればいいんじゃっていうヒントをマヤさんとマリナさんに与えないっていう作戦。それはありますよね。見せないというね。そしたらじゃあ早速、はい、そうですね、聞いていこうかなっていうふうに思ってます。そのインフルエンサーさんがプロデュースしてる商品を皆さんは買ったことがありますか。お、ある人が挙手みたいな。4人4人、まあ、確かにいい問いだね今の。そしたらじゃあその今の買い物の話が結構延長線上なんですけど、店舗行って買うのが多い費用って人、どういう買い物ですか。本当に何でもいい。例えばじゃあ服でもいいし、じゃあそのサングラスでもいいし。じゃあちょっと絞ります。絞りますかね。服だったら何が どこで買うことが多いですか。はい、僕は店舗です。店舗です。じゃあ服店舗だよって人。あ、でも服店舗の方が多いな。ありがとうございます。服に、じゃあはい、例えば何だろう、まあ、パソコン買うとき A のパソコンと B のパソコン迷ってました。でネットで調べてこうどっちかに決めるじゃないですか。何で決めますか。ざっくりすぎ。まずパソコン持ってますか。そういう詳しい方の意見を参考にして決めます。なるほど。
なんかありますか？私一緒にされてたらあんまり逆に買わない人で、うんうんうん、なんか実物見て比べたいから、うんうんうん、店舗行きます。なるほどなるほど、うん、なんかまあ結構営業マンの方ってすごい口うまいじゃないですか。うまいねあのそういう買わされた経験みたいなのありますか？私それを避けるあ、避けるタイプなんだ。自分で見て自分でこう、あ、すいませんみたいな、すいませんみたいな、すいませんって言って。でも物売れそうな気がします。売れますかなんか売れそう秋さんあの質問の中で笑いを取ってたじゃないですか、うん、あれで話しやすい空気を作るっていうのは結構大事なんですよ、うん、じゃ早速質問なんだけど、この中でパソコンを使わなくても生活できるよって人、うん、おいないんだ。さすがにみんなパソコン経験者が出てきてるから、ね、必要だけどないと生活できないまではないかなって感じ。じゃあ今持ってるパソコン以外を買えばよかったなって思ったことある人います？立ってる。お、どうぞ。 Mac にすればよかったなって思う。あ、 Mac じゃない、あ、 Windows、 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 はい、なんでも Mac にしようと思ったか。 iPhone と連携できるって、あ、分かる。そこが楽だなって思った。うーん、そうだよね。どういう用途でみんな使ってんだろう？まあまあ普通に大学生とかが多いと思うから授業とかも使うのか、まあ、授業だと思うんだけど、基本使ってるのは、いや、なんかMac 一回排除した方がいいと思うんだよね。パソコン業界から？あ、どういうこと？そのインタビューする対象の人から。あー、Mac を使ってる人ね。うん。確かに。俺とかさ、うん、もう絶対 Windows 使わない。うん。もうこの先しばらくは、はい、その iPhone とか Mac が衰退していかない限り。うんうん。俺に多分インタビューしても意味ないじゃん。うんうん。だから多分そんぐらいの Mac とか iPhone ユーザーの人を一回排除してって、うん、Android との連携性とか、うんうん、でその Windows のパソコン選んでて、なんでそのパソコンに至るなったのかの背景とかを深掘ってって、どこにニーズがあるのかを探していくのが多分正しくて、うん、その人がじゃあどんぐらいのニーズを持ってるのか、そのパソコンに対して熱を持ってるのかを最初のこの8人である程度こう分類して、うん、でこの人と中心で喋ろうを多分最後 2,3 人ピックして、でまあいくつか問いを立てて、じゃあこの人1人ピックしようみたいな流れが多分基本的には正しい気がする、うん、でそれと全く別の関係ない、その意図のない質問って言ってた、多分それに当たるのが、うん、さっきの多分インフルエンサーの商品買ったことありますかとか、はいはいはい、それとかいいなと思って、まあインフルエンサーチックな多分ところで売っていくと思うから、うんうんうん、その質問とかすごいさっき聞いててよかったなと思って。なんかどんな質問する？なんかもうちょっと掘り下げてった時の質問で、あ、じゃあ例えば、はい、ある程度絞れました。PC は Windows 使ってます、うん、で、まあ別に本当にないと言ってもあるわけじゃないけど、まあ大学とかで使ってますと、うん、で、まあ別に iPhone じゃなくて Android ユーザーで、そこまでその iPhone、Mac との連携性もないから別に Windows で、うん、まあある程度まあ売り場でまあ安かったしこれにしました、うん、っていう人に対してなんかプラザルは深掘るとしたら深掘る質問。なんかそもそもさ、大体が iPhone で完結しちゃうじゃん。うん、そうね。で、パソコンがないとダメではないみたいな女の子もさ、うん、言ってたからさ、どういう時にパソコンを使うのか話しみたい。確かに、うん、だから授業でしか使わないっていう人にどんなパソコン欲しいですかって言われても、いや授業でしか使わないし、うん、ある程度文字が書けて資料作れたら OK っていう人から、なかなかニーズを深掘るって難しいじゃん、うん、だからなんかパソコンをまず使う人を見つけたいよね、あの場で。うん、私はゲームがしたい、うんうんうん、カラースペックの高いパソコンを用意したいみたいな、まあね、でもそういうことじゃん、うんうん、本当にパソコンがないとダメな人をあの中から私は探したくなるけどな。まあでもこれも多分、うん、そのどっちかっていうとこうヒアリングの練習のためのミッションだと思って、ね、はー、なるほどね。で、じゃあ例えばだよ、その NEC さんとコラボして作る最終の商品がもしかしたらその10代、うん、その Z 世代か、うん、がそのゲーム人口がこれからますます増えていくと、うん、ってなった時にもう Mac のスペックじゃ追いつかないと、うんうんうん、もうゲームに特化したゲーミング PC、うん、だったら別にさ、企画として面白そうじゃん、うん、面白いね。だからそしたらそれはそれでなんかその例えばなべちゃん捕まえたら、うん、あ、ゲームするのみたいな、うんうんうん、なんか今使ってるパソコンで、うん、なんかそのどういう風に選んだのみたいな、はいはいはい、スペックですってなるじゃん、うんうん、え、それってえ、じゃあなんかどんくらいのスペックとか、まあ、わかんないですってなったら、うん、あ、わかりますってなるじゃん、うん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 、じゃあその時のなんか基準って何なのとか、はいはいはい、どんどん、ね、じゃあどんな PC 使っ今使ってるのとか、うん、あ、で、もうボドスから自分作ってましたそれはすごいねってなってうんうんうん、うん、じゃあそれってなんかそもそもどういう基準でそのスペックにしたんだっけとか、うんうんうん、じゃあどんなゲームするのとか週何時間くらいゲームするのみたいなところでだんだんその多分ニーズが蓄積されてって、うん、え、他にもやってる人いるみたいな、うん、周りでね、あ、やっぱ同い年ぐらいみたいな、
じゃあ結構もしかしたら人数いんのかなみたいな、うんうんうん、でペルソナが出来上がってくるから、はいはいはい、みたいな多分流れなんだよね。でもゲーム PC ありじゃない、ゲームに特化したノートパソコンはないかも。そうだよね、大体みんなもう自作でもう作るから、うん、それはいいかも。じゃあ自分だったらどうなの。あ、そうだよ、はいはい、最初何に使ったパソコン。マックですね。やっぱマック、うん、はい、なんでマックにしたの。みんなが使ってるからとか。あ、でもそうだよね、はいはい、それぐらいの周りが使っててっていうのがあるっていうところ。うん、うん、私もかっこいいからマックにしたもん最初。あ、そうなんだ。でもだから多分この今 NEC さんが抱えてる課題はマックからいかに NEC 会社を戻しに行くかっていうところだと思うんだよ ね、うん、ね、で若い世代を取り入れたいだよね。うん、うん、でもさ、マックって高いじゃん。はい、うん、高くなんなかった最初。そんなもんかなと思っちゃった。逆に、うん、比べてもない、ね、そうそうそう、もうマック一択だからね。一択だから比べてもないんで、そんなもんって感じだったっす。まあ、っていう人からやっぱね、ひっくり返すの、うん、まあむずいんだよね。だからマックを排除したいと。そう、このミッションにおいては、この先のミッションではもうマックとの戦い方を考えなきゃいけないフェーズ来ると思う。はい、まずありがとうございます、来てくれてありがとうございます。ここはどうなの。と今から、皆さんにアンケートを書いてもらいたくて、で、いいね、お願いします。はい、で、聞きたいことが、名前と年齢、パソコンを日常的に使うのか、うん、それとも使用しないといけない時だけ使うのか、自分の性格は、論理的か直感的かを聞きたいです。まあ、大体17とかあるんですけど、10分ぐらいで書いてくださると嬉しいです。で、なんかこう丸つけるとか、いい、あと、まあ、ちょっと、あ、でもなんかその8人をフィルター分けしなきゃいけないじゃん。そうだね、それに対してはこれすごい正しい打ち手だと思うけどね。うん、まあだから多分困りごととかトラブル経験がある人とかを中心になんか話を掘り下げていきたいのかなみたいな。だって8人ずっと聞き続けても意味ないから。そうなんだよね。そう、めちゃくちゃいいんじゃない。いいんじゃないですか。うん、いいと思います。まあ、ちょっと意見があれば書いてもらうぐらいなので、女の子チームも応援してくれる。お願いします。複数回答できるとか丸とかしていただけると分かりやすいので。めっちゃいいじゃん。いいね、あれしていただけると。ちょっと長いんですけど。そうね、みんなね、タイピングできるよね。できるね、うん、チラだけか。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと個人的に聞きたい方が何人かいるので、うん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 、ちょっと個人的に呼ぶ、ちょっとお呼びしたいので、うん、一旦どうしよう。一旦じゃあ、もう絞れるの。え、うん、いいじゃん。俺もめちゃくちゃいいと思う。それとこそ、そうなの、良かったってことですか。いや、要は質問を口頭でした時に返すタイプと返さないタイプがいて、うん、そういうその人格とか性格も見極めなきゃいけないですよ。それで失敗すると一人呼んでもうその後話があんまり聞けないっていうパターンもあるんで。でも自己制限あったっけ。グループインタビューで多くいるんだったらとりあえずみんなから聞くっていうのを最初やった方が、あと関係性を作るっていう。俺割と打ち手間違ってないと思うんだよ。私も大学入ってたとかもかったみたいな。そうですね、3、4人ぐらいしなった。そうそう、これでいいと思うんだよ。タッチパネル機能が欲しいとか、これっていうのはここでの質感は出てたけど、困ってることってあったりしますか。聞いてる間にこっちでも質問してるか。どんな場所でもこう画面がはっきり見えるようになってほしいなって思ってて、熱くならないでほしいな。そうですよね、めっちゃ思います。それそれが結構大変です。そっか、そうですよね。もしノートパソコンで、モニタータッチしながらできたらめちゃくちゃ楽だろうなって。おー、確かに確かに。めっちゃ喋ってくれたのね。うん、あ、2人で分かれてるのか。あと、もう一個、ひろゆきさんいなかった観点で言うと、基本多分番組に協力的な人たちの8人だと思うの。だからこそ、自分が映れるんだったら、インタビューに対して割と意欲的に答える人たちが集まってるっていうのが大前提に基づいてると思ってて、その中で確かにひろゆきさんが言うように、話がしやすい人とか、言葉にちゃんと言語化するのが上手い人をピックアップしていくのは極めて大事だと思うけど、感じかな。ということで、一旦、グループインタビュー終わりましたね。はい、はいはい、納得のいくインタビューできましたか。はい、できました。では早速なんですが、皆さんにはどの方をこの後後半戦ですね、深掘りするためのターゲットにするかというところを発表していただきたいと思いますので。女子チームはちょっと強いんじゃない、はい、じゃあ、ね、そちらの選びやすいんじゃない。太一くんをターゲットにしたいと思います。はい、はい、で理由としては自分たちに一番近いと思って。承知しました。では次のペアお願いします。はい、我々は村山さん深掘りしたいと思います。僕らも属性が合うっていうのと、あと同級生だったんで、うん、はい、話しやすいかな。深掘りしやすいかなって、そこ重要な点の一つを考えて、うん、なるほど。村山さんお願いします。はい、ありがとうございます。
私たちのペアも村山さんを希望させていただきたいです。理由としましては、やっぱりこうお話を聞いてる中で、すごくこう大多数の学生と同じような感覚を得たので選びたいなっていうふうに思いました。じゃあ村山さんが被りましたね。そうですね。まあでも僕と同級生ってこともあって、多分こっちの方が話しやすいから。全然話さないといけないですか。強いな。すごいな。いいな。もうちょい理由教えてほしい。ええ、だってそれ別に教える必要なくない？え、こっちは根拠をちゃんと言えるけど。え、俺らはマジ譲る気ない。私たちもない。うん。うん、まあ、それと、それと同級生は、まあその、細かい理由は全然言わなくていいんだけど、うん、もうちょい教えてほしい。じゃあそっちが教えて。じゃあこっちは、パソコンを見るときに、機能性とか、パソコンを使った時のユーザーの体験と、で、それってでも、パソコンを使った時にしか分からないわけじゃん。でそれを届けるっていうマーケティングのところの側面もあって、うん、でそこがマーケティングの側面と、その、うん、パソコン開発っていうところの側面がすごい挙手制で、まあ、質問させてもらった時に、まあ、一番一致したって感じです、うん、はい。いやそれはもう僕たちも同じだけど、うん、いやそうね、話分かりづらかったのは、うん、もちろんあれなんだけど、これ誰が決めるの？村山さんが決めるの？それえ、分かんない、うん、だってさ、理由をお互い言ったとってさ、うん、平行線なんだからさ、決めてもらったらいいじゃんと思って、そうそう、理由を語る理由がないんだよね、この場においてって思ってしまったんだけど、そんなことない。こっち側で結局話し合って決めなきゃいけないのかな、うん、だってその理由語ったとしてそっちが納得するんですかっていう、うんうんうん、じゃあ意味なくないですか、理由語るのっていう話だからね。そう、ね、決めちゃダメなのかな、村山さんが、この村山さんたちがいいですって、僕は決めちゃってもいいし、じゃんけんでいいと思うけど、女だけどそうだよね、それ俺たちもだよってなるよね、いる、そういう人たまに。あと一つ僕らが特筆しておいたいと思ったのは、スマホをでもいい、最悪パソコンがなくても生活していけるっていうのを村山さんが言ってくれてて、マッチしたって僕最初ふざけて言ったけど、そこのニーズに応えたいっていうのが僕の本心、パソコン使わなくてもいいって言ってたけど、じゃあなんでパソコン使うのかっていうのをこれから質問していきたいなと思ってて。なるほど、いいじゃん、ちょっと抽象的だからもうちょっと具体的に何が抽象的なのかをちょっと説明してほしい。揉めてるぞ。だからそれを深掘った先に、だってそれ言ったらさ意味ないじゃん、こっちは全然見るけど。いやいや、だから俺気持ちいい。そうなんだから正直のすけはもうめちゃくちゃ強い意志持ってるから譲れないのよ。それは一緒だよ。いやマジで譲らない、うん、どんなサポートなんですか。ズメさん、ズメさん分かってるって言ってくださいよ。うちの息子は頑固なんだよ。保護者感、この人が譲らないっていう主張しかないんですか。ないのよ、申し訳ないけど、うん、のすけとまだ付き合って浅いけど、彼はマジでこういう人間で、俺にも意思を変えたらできない。マリさん成功戦になりそうなんで、はい、もう大丈夫です。すごい、アキさん折れた。ガクト君で。ガクト君で。はい。それガクト君にめっちゃ失礼だけど。うん。まあ、ありがとうございます。それは全員しょうがないです。ごめんね。長くなったね。ごめんね。よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。グータッチ、グータッチしようとしましょう。グータッチ、グータッチしようとしましょう。ピンとのすけ、これのすけの物語は絶対撮りたかったんで。いやもうありがとうございます、あんなに言われると思わなくて、絶対撮りたいけど、もう絶対インタビューしたら、はい、まあ、でも嬉しいですよね、あんなに求めてくれたっていう、うん、これ話しやすいもん、うん、でももう普通にこう村山さんの人生を聞きたいなと思って、ね、あとてもいいです、うん、あの、うん、どこ出身です？福岡出身で、福岡、はい、福岡、博多ですか？博多の方ですね、高校はどこ？もう福岡の高校、あの県立の高校行ってました。はい、方言は出ないですね。方言は敬語だと出ないんですよ、あの敬語の方言じゃない、敬語なくて大丈夫、本当に、あの全部知りたいから。ああ、じゃあ、ちょっと緊張しちゃった、逆に。いやいやいや、したいしたいしたい。さっきは申し訳ないです。いや、すみません。いや、すみません。大学とかだったら結構どれぐらい Mac 使ってる人が多いですか？どんな割合っていうか。うちは大学は専攻は Windows なんで、97% ぐらい Windows なんです。ああ、そうなんだ。大学がもうこれをお勧めしてるからみたいな。あ、大学がお勧めしてるんだ。そうですね。あ、おろ。逆になんかそれを使わないと大学のプリンターが使えないとか。キャンセル来たよ。
ルールがあって、それ聞きたい。え、ルールとは？大学は先に機能設定みたいなのをするんです、多分最初入る前に。大学はそれやってから自宅に届くんで、で自分はそこ抗っていったんで、印刷ができない。そうなんです。なんで。なるほど。印刷ね。え、やっぱり印刷できなくて不便ですか？不便です。あ、不便。友達にわざわざデータ送って印刷してもらってとか。ああ。大学が古いから大学に合わせたパソコンじゃないとダメだよってこと。なんか、大学が提携しちゃってるんだと思う。その提携してるってことね。提携してる。そう。多分それはね、あの戦略でもあると思うけど、そう。ここら辺さ、わかんないみたいな、結構みんな F のところに言ってたけど、なんかまあマークでこうわかる、まあね、なんとなくわかって、ね、これなんですかね、スポイトみたいな。あ、え、スポイト、聞いた。あ、多分マイクか。あ、えぇ、ー、あこれってさ、マイクよりマイクとかわかってるの。確かに、持っていただいて。あ、めっちゃ軽いっす。軽いんだ。めっちゃ軽いっす。あ、めっちゃ軽いっす。え、軽いの。マックはもっと重いっす。エヴァって軽いんじゃない？エヴァでもこれより重いです、じゃあ私の最終兵器最終兵器渡したっけ。なんかちょっと見せた。見た？はい、じゃあね、作ったんだね。私の一晩で作ったんですけれども、はい、まずこれが10インチ、はい、まあそのものなんかその出すところのメーカーとかによって違うんだけど、まあ、大体11インチが、まあ、こんぐらいの超小型パソコン。手作りしてきたの。11インチのこういうサイズだったらどうかって書いてある。十五番。かわいい。すごい手作り感満載なこいつです。はい。どんぐらいがいい？この3つの中だったら使う、大学で使いますよ。大学で使うってあったら、大体これ A4 サイズぐらいなんですかね。A4 がね、これなんだ。そうそう。A4 めっちゃ。あ、そう A4 いいんじゃだ。そう。A4 ちょっと大きいのかな。そうだよ。毎日持つってなったら。そうですね。てかなんかそれこそ A4 の大きさでいいのかなみたいな。やっぱ軽さも大事なんじゃない？1とかはちょっとよくわかんないですけど。全然。今日この後どのくらいまでお時間あります？なんか1時間後ぐらいにちょうどそれこそ学校でなんかそれこそ用の作業を飛ばしようかなとか言って、もしよかったらなんですけど、それついて行っても私します。ああ行きたい。全然大丈夫なんですけど、友達にも聞ける。一応あれですか、今日まあ友達に一つ言っとけば。あ、本当ですか。僕らあの遠くからちょっと見てて、あ、まあ、どういう使い方するのかなとかちょっと見たいなみたいな、実際に使うところ。まあ、準備一過ぎしたんじゃない。なるほどね。グループインタビューなのにフィールドワークまでやるっていうのは結構優秀ですよね。うん、素晴らしい。まあ、一旦ちょっとインタビューを、まあ、まとめて構成テーマとか内容、で後からデザインの肉付けちゃんとして、そこに落とし込んでいくっていう形でっていう感じでいこうか。どんなミッションだっけ、最終的に何をしろだっけ。ターゲットのニーズを深める。深掘りまとめるってことかな。そうだ、深掘りまとめるってことかな。深掘りまとめるってことかな。深掘りまとめるってことかな。この絵いる。深掘りまとめるってことかな。深掘りまとめるって怪しすぎるよ。何が来るんだ。いや、なんか一旦一旦まあ食べよう。行きましょう。行きましょう。滑っちゃった。この一人はやってますね、このチームをね。空気感いい。うん、いや私はね、気になるんですよ。マヤさんのタイプが気になるんです。なんで？タイプの人、まずタイプの人。タイプの人。タイプの人。顔がはっきりしてる人。濃い人。はい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 。いやどうなんだろうな、あの人みたいな。顔濃いじゃん。顔濃いじゃん。濃いね。濃いね。え、顔はさ、タイプなの？もう。もう。まあそのね、のがつく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 。女性2人のペアはやっぱなんかこうやりなりなりに頑張ってるのがいいっすよね。正直あんな手間かけて普通やらないじゃないですか。すごい好印象でしか準備してるね。わきあいあいとやってますね。あの11インチのを出してきたじゃないですか。僕大学生の時11インチのパソコン使ってたんですよ。あの軽くて持ち運びしやすいから、でただ今 A4 のでかいのもあるんですけど、あれって要はコスパでいいからこのサイズだよねってなっちゃってるんですけど、
軽くて持ち運びしやすくてしかも安いってなるとサイズちっちゃい方が安く作れるんですよ、だからあんまりその今時の人たちは買わないけど Z 世代向けだったらちっちゃくても十分だよね、っていう方向に行くんだったら確かに今までと違うパソコンの作り方だから、ありっちゃありの方向性なんですよ、サイズ感それでさらになんかこうカラフルなやつがすごいと思ってて、やっぱその女の子って学校選ぶ時制服で選ぶんですよ、だからやっぱパソコンもワンチャンデザインで選ぶ女の子っているんじゃないですか、いるんじゃない、マリナちゃん言ってたもんね、私パステルカラーとか、パソコンに可愛さ求めていくっていう、カスタムできたりとかですよね、パソコンも。そういうのは確かに手に取りやすいですもんね、割とその NEC さん的にもそこは考えてなかったけど確かに需要があるよねっていうアイデアを出すという意味でいくとこの2人は結構いいと思うんじゃないかと思いました。評価が変わり出してる。やっぱ楽しそうなんがいいと思うんですよ。楽しんでるチームが一番最初強いと思うんですよ、あの2チーム見たらちょっと苦しくなりそうなのにライバルを見たら、キャッキャキャッキャしながらね、あとやっぱほんとのっけ多分ほんとに金持ちの説ほんとに結構濃厚だと思ってて、いやなんか僕の知り合いでもお金持ちの息子っているんですけど、コミュ力が高いというよりも誰にも臆さないんですよ、お金持ちの息子って。本当に全く引かなかったよね。そう、ずうずうしいんですよ。だって全部思い通りに今までなってきたから、その経験しかないんですよ。もうズネさんもそれを多分1日で俺がもう何言ってものすけはこうだって言う、あんなサポートありますね。うちの子は言うこと聞かないから。でそういう方が壁にぶつかることってあったりするんですか。いや、ぶつかってもなんとかなっちゃうんですよ、多分パワーで。パワーになる。でも今回も勝ってるからね、結果実際。確かにすごいね、あんなに引かないんだね。だってのすけだってゴローズけど多分つけてますね。つけてた、つけて高いもんな。めっちゃ高いですよ、ゴローズって。あれだけしかもいっぱいくっつけて、多分ブレスレットもあれ多分高い。一生インチ行くかな。で普通の慶応ボールで見つけるもんじゃないんですよ。あ、じゃあ親御さんから多分そうだと思いますね。親父のゴローズか。ひろゆきさんも見てて、のすけさん強いなってずっとおっしゃってましたけど、ちゃんとやっぱ話通せるんですよ。男性の中で最年少じゃないですか、でもその空気感の中で多分彼はそのリード取れちゃうんですよね、だからそこのなんかコミュニケーション能力が異常に高いっていう。確かにのすけモテると思いますよ、こんだけ自信満々で、もうイケメンじゃないですか、しかもモテますよね、こういうタイプ。実際最後まやちゃんがね、そうだってずっとのすけ示してたんですよ、まやちゃん。そもそも確かに、確かに。でも顔もじゃあタイプだったってことね、多分そうだと思いますね。そういうの始まんの、じゃあこれから。え、ちょっとどう思います、ジョイさん。ありえそうですよ、ラブが始まんの、でそういう展開もぶっちゃけ欲しい。欲しい、あるでしょ。欲しい。で、マリナのズメ狙いね。ズメ狙い。狙ってないって。いやいやいや、あれパートナーとしてで、あの後まだ話続くんですよ。私実はおじさん好きなんだよね。アイドルらしさ。アイドルなんで、やっぱおじさん好きってなっちゃうんですよね。一本釣り。一本釣りごと。眠れない。あら、終わっちゃった。味？ミッション1。ターゲットのニーズを見つけ出せ。皆さんの結果を発表します。なるほど。なるほど。はい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 。でもこれ見つけ出せっていうミッションじゃん、うん、結構合否難しくない。でもまあ聞けばなんとなくわかんじゃない、どんな発表だったか。まあ、まあまあまあ確かに、なんかまあ多分次は青木さんの逸存なんじゃない、評価は。そうだね。あ、でも NSC の事務所行ってたんだっけ。あ、そうだ、 NSC の担当者も、担当者さんもいる、が決めんじゃない。じゃあ 3人で、うん、どうですか、どうでしょう。いや面白い、なんか新しい感じで。これ見て、何話全放送とかって書いてある。書いてないね、さすがに。12話放送だと思うよ、結構。だって1年かかってんだよ。確かに。ミッションも4つだしね。いや、まあ薄いんじゃない。そうだよね。それはだってもうみんな分かってる。いや、そりゃ普段のノンタイトルはさ、ゼロから授業作っていく過程があるからさ、もう今回で言うともう、決まってるもんね、っていうのは決まってるから、その、はい、内容的にそう薄くなってしまうのはしょうがないんだけど、だからやっぱこう人間物語と番組の構成力で持たせようとしてるわけじゃないですか、その天国と地獄で。視聴者も Z 世代増えたらいいですよね、この感じで。そうそうそう、テイスト的にも。確かに確かに。それを狙ってんだと思うんですよね。で、NEC からしても若い子たちに NEC を選んでほしいというところの企画なんで、まあ、この恋愛要素も含め、なんかこうキラキラした男女も含めてのやっぱ楽しんでいくっていう番組なんじゃないでしょうか、本作は。いいですね、新しいっす。はい、というわけで次週も紹介できればと思いますので、ちょっとまたどっかで来てよ、マリアちゃんいる時に。そうだね、またマリアちゃん。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。